第63号苦戦艇は、日本海軍の苦戦艇。普遍的には、第28号型の34番艇、あるいは、第60号型の3番艇とされているが、法令上は、第13号型の49番艇。改め5計画の苦戦艇、第5341号艦型の4番艇、仮称艦名第5344号艦として、計画。 1943年12月18日、新潟鉄工所新潟工場で起工。1944年1月25日、第63号区選定と命名されて、第14号型区選定の44番定に定められ、本籍を佐世保陳府と仮定。1944年5月10日浸水。6月2日、偽装院事務所が、 新潟鉄工所新潟工場内で事務を開始。6月30春行し、偽装員事務所を撤去。同日付で本席を佐世保鎮守府に、駅務を佐世保鎮守府警備区選定にそれぞれ定められ、ご防備戦隊に編入。基礎実力連成教育に従事。8月7日、第1、南図解艦隊第10特別根拠地帯に編入。8月15日、 もた23戦団に同行しも自発。途中、鹿児島とキールンで被迫し、22日高沖。九9月5日、玉25戦団を護衛した顔発。12日、第3、南遣海艦隊が在マニラ船舶の退避勧告を出したため、14日戦団はサンタクルスに被迫。本艇は高尾へ引き返し、18日に玉26戦団を護衛した顔発。 22日、二25バイト船団がサンフェルナンド付近でアメリカ艦上機の攻撃を受けて損害を出したため、本艇は二26船団から分破されて二25バイト船団と合同し、同船団をマニラまで護衛した。10月4日、マミ11船団を竹と護衛しマニラ発。14日、ミリキ。19日にミリ発。23日、 第10特別根拠地帯に編入されてから2ヶ月半を経てシンガポールに到着した。シンガポール到着後は整備補給を行い、28日最後にへ開港。以後、シンガポール、ペナン、ポートブレアで行動。1945年2月1日から6日まで、第101海軍工作部で入居し、修理を行う。 9日、非88回船団の護衛に協力することとなり、シンガポール発。同船団を3ジャックまで護衛し、15日にシンガポールへ帰着。3月26日、船団護衛中にショーアンダマン島沖でイギリス艦隊と遭遇し、イギリス駆逐艦、HMS ビラー 5R75 他と交戦して、平井沈没した。5月10日、 第63号苦戦艇は、第14号型苦戦艇から削除され、帝国苦戦艇席から除かれた。奥田隆史大衣、1944年6月10日から1944年6月30日。奥田隆史大衣、小佐、1944年6月30日から1945年3月26日戦死、同日付任海軍中佐、法令上は、 第13号型。価格は第81回帝国議会で成立したもので、基本計画番号 K8C の価格ではない。本来の定位名表記は第63号区選定。本定が官邸類別等級別表に搭載された1944年1月25日時点で、第13号区選定、第25号区選定、第27号区選定の3隻が、 除籍済み、第56号区選定と第57号区選定の2席が官邸類別等級別表未搭載のため、1944年1月25日時点で、法令上は第14号型の44番定である。これら5席を含めた場合、本定は第13号型の通算49番定となる。戦士総書、大本営海軍部。 連合艦隊不評、第2による。5防備戦隊戦時日誌では、7日、CD6310 オブグへ、編入とあるが、第63号解剖艦の竣工日は1944年10月15日。席数は、第1海上護衛隊戦時日誌による。駒グルー、戦時輸送戦乱子、P230 では15席としている。席数は、 1> 第1海上護衛隊戦時日誌による、コマグル戦時輸送戦団誌、P259 では旧席としている。第1海上護衛隊戦時日誌による、コマグル戦時輸送戦団誌、P273 では、第63号解剖艦とあるが、第63号解剖艦の竣工日は1944年10月15日。ありがとうございます。